お待たせいたしました。これよりブレイクダウン7連日記者会見をスタートいたします。しかし実況の田中大輝です。よろしくお願いいたします。今日はいよいよ明日2月19日に行われますブレイクダウン7に出場する全選手が出席する前日の記者会見です。会見場に登壇できる人数に限りがありますので、今回は第1部から第4部までと分かれての実施になります。ご了承ください。それではまずはブレイキングダウン CEO 朝倉未来さんよりご挨拶一言いただきます。未来さんお願いします。こんにちは。ついに明日だなという感じで、全30何試合あって、60人ぐらいの選手が出ると思うんで、早速意気込みの方を聞きたいと思います。ありがとうございます。では早速いきましょう。まずはじめ第1試合からです。ホンダスイミングスクール VS ヌリボー選手ふざけワンマッチ、まずはヌリボー選手から一言ください。どうもヌリボー&サワキンチャンネルのヌリボーと申します。明日はそうですね、太陽もホンダも沈めてやりますわ。はい、一旦以上です。ありがとうございます。それではホンダ選手お願いします。どうも水泳大好き芸人のホンダスイミングスクールです。バシュバシュビートマンでガードしてください。お願いします。沈めてきてもビート板のように浮いてきますから、僕が登った太陽をプールに沈めます。バシュバシュ。そのビート板へし折ります。絶対ダメだぞ絶対ダメだぞ。そんな今何時なんだろう。ロッカーの鍵でした。バシバシ。ありがとうございました。続いて第2試合です。上田球ワンマッチ斉藤健太選手 VS 橋健太郎選手です。まずは橋選手からお願いします。うわぁ、俺が村毛プロレスラーの橋健太郎だ。明日は彼女をいない歴同士の戦いです。これに勝った方が彼女ができる、俺はそう信じてます。明日は斉藤さん2試合目から魂と魂のぶつかり合う最高の試合をしましょう。そして世の中の女性全ての人に俺たちのかっこよさを見せてやろうぜ。だが勝つのはこの俺だ。そのことを忘れないでくれ。俺がお前を胸毛の海に沈めてやる。そして俺明日もし KO 勝ちすることができたらある人に告白をしたいです。以上です。ありがとうございました。続いて斉藤選手お願いします。はい、朝倉海チャンネルの、斉藤です。村毛を剃って絞ってきました。あとは明日やるだけです。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いては第3試合です。ストロー系のワンマッチです。静木あんり選手 VS ゆっちゃん選手です。まずはゆっちゃん選手お願いします。こんにちは、ハムネル。どうも、激辛 YouTuber のひっちゃんです。ちょっと対戦することが決まって相手のアンジさんのことを調べさせていただいたんですけど、誰も知らないアイテムとかパチンコライターなどいろいろかじっていて、でちょっと動画を見させていただいたらやっぱりブリ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 ックして男に媚びを売っていたんで、あ、やっぱり男に媚びを売るしか能がないヤンキーもどきのインナウンナなんだな、インナウンナなんだなと思ったので、そんなインナウンナには絶対に負けないです。お前さ、何ヤンキーもどきにいじめられとった、トラウマ、そんな明日私が忘れさせたろ。お前さ、私絶対弱いものいじめなんかせえへんのか。で、練習動画ちょっと見せさせてもらったけど、結構練習しとったよ。だから私は明日、天のヤンキーの本気にしたるわ。お前
前のトラウマ明日ピリオドだから。えでも明日見とけよ。ありがとうございました。続いての第4試合です。バッタン系のワンマッチです。須藤和也選手 VS、田上健太選手です。では田上選手お願いします。大須田上です。明日は多分アウトサイダーの対決になるんですけど、盛り上げる大会とか盛り上げる試合をみんな見たいと思うんで、自分のところから一気に盛り上げていくつもりなんで、須藤さんお願いします。ありがとうございます。続いて須藤選手お願いします。この大会に出て、この試合が決まって、この大会に出ると決まって試合が決まってから、毎日練習に励んできました。必ず面白い試合にしたいと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて第5試合です。無差別級のワンマッチです。マキイザヤ選手 VS エドポロキング選手です。それではエドポロキング選手お願いします。ああ、マキシーコワンツワンツ、エドポロキングです。特に言うことはないんですけど、まあ確実に僕の日になるでしょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてマキ選手お願いします。はい、マキイザヤです。そうですね、ブレイキングダウン出るたびに前回は力士、今回はエドボロキングっていう2メートルの相手ってすごい素敵な相手を用意していただいてありがとうございます。もうオーディションの時は正直同じグループじゃなかったんで喋ってなかったんであれですけど、やっぱオーディション動画が公開されてからもう毎日ワクワクしてたまんないですね。で彼もオーディションの時よりもすごいガタイも良くなってて相当練習積んできたんだろうなって思うと、より強くなってるって考えたらもう最高ですね。明日はいいもん見せれると思います。俺はいつでも準備万全です。ありがとうございました。続いて第6試合です。ライト級のワンマッチです。久保田悟 VS アドリブ正雄です。まずはアドリブ正雄選手お願いします。茨城県から来ました。みんなの彼氏、マサオ・イムリだ。言いたいこともたくさんあるんですけど、シンプルにこの前キャバクラ行こうと思ったら、マサルさんですか、マサルさんですかって言われて声かけられて、多分なんですけどマサオのマサとサトルさんのルで2人のイメージが強くて多分間違われたんですけど、シンプルに僕たちは一心同体だと思ってるんで、試合しますけど僕たちが敵同士とかじゃなくて、敵は周りの人たちで、僕たちが一番試合を盛り上げられる試合をして MVP を取りたいと思います。 MVP 取った後にキャバクラで VIP 座れたらと思います。以上です。ありがとうございます。久保田選手お願いします。はい、まず、ブレイキングダウンの、運営の皆さんと、あと、マサオ君、今回は本当に試合を組んでいただきありがとうございました。でも言っても明日は試合、殴り合いですからね、ありがとうっていう感謝も、忘れずに、でも思いっきり、正雄君を、倒しに行きたいなと思ってて、でなんか、いろんな話が回ってて、正雄君がなんかボクサーだとかプロのライセンス持ってるとか、これ久保田には賞賛ねえんじゃねえかっていう声が、今回の試合かなり聞くんですけど、確かに格闘技歴とか、運動神経をしたら、正雄君の方が歴が長いし、そう見えるかもしれないですけど、今回やる大会っていうのは、1分の、ブレイキングダウンであって、そういうことじゃないぞっていうのを、明日証明できたらなと思います。はい、ありがとうございました。続いては第7試合です。ライト級のワンマッチです。宮島翔 VS 山本貴弘です。まずは山本選手お願いします。山本貴弘です。今回明日の試合に向けて仕上げてきました。明日は相当自信あります。宮島さんもかなり頑張ってきたって YouTube で見てるんですけど、明日のために頑張ってきた日々は何も
無駄はないと思います。ただ明日勝つのは俺です。明日2人でバチバチ盛り上げる試合やりましょう。お願いします。ありがとうございました。続いて宮島選手お願いします。どうも宮島です。対戦相手の山本君は僕の中でというより70キロで一番強いなと思っていたので、今回挑戦させてほしいと思い今回対戦を受けて、この準備期間、あった中で会の下で修行して勾配と一緒に練習したりいろんな人に練習して、あと地元でもいろいろと怪物君たちとかと練習して対策もしてきたんで、僕も自信あるんで明日ぶつかりに行きたいと思います。そして僕はひっくり返すので見届けてください。おっす。ありがとうございました。それではみくるさん、第1試合から第7試合皆さんの声を聞いてみていかがでしょうか。そうですね、ちょっと色物が多いというかこの第一グループは YouTube の、生配信もここまでは結構見れるので明日の皆さん楽しんでもらえたらなと思いますけどね、はい、ありがとうございました。それでは会場の記者の皆さんから質問を受け付けたいと思います。質問があった方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。ではこちらの方お願いします。マイクを持って質問していただけますか。お願いします。ではすみません、ここから失礼します。第3試合の、ゆっちゃん選手と、鈴木選手の、先ほどのちょっとやり取りを見たんですけど、ゆっちゃん選手ってヤンキーにいじめられてたって先ほどおっしゃってましたけどね、はい、結構やられてました。結構いじめられたりとかってされてました、過去に。ご質問ありがとうございます。一つだけ訂正させていただきたいんですけど、私の中でヤンキーっていうのは弱い、強いものにしか喧嘩を売らず弱いものに、なんでもないです、すいません、すみません。私がでも嫌いなヤンキーもどきが大嫌いで、私はヤンキーもどきにいじめられていたんですね。で、内容といたしましては、地元のコンビニでたむろしているヤンキーもどきのキャバ嬢たちに、空き缶の瓶の蓋などを頭に当てられて、そしたら5点とかお腹に当てられたら10点というゲームをやられたり、池袋でコンビニから出てきたら急に後ろから飛び散るざわぎに押されて、財布を取られたりっていうのをヤンキーもどきに、はい、されていました。ありがとうございます。さっき鈴木選手がいじめられた過去、私がピリードを打ってやるよとおっしゃってましたけど、はい、どのようにピリードを打たれる予定ですか。もうKO でバチバチやっております。で、今回1対1なんでいじめてるわけでもないですし、で、ね、こっちもこっちでちゃんと練習、なんか動画見たんですけどめちゃめちゃバチバチ練習してきて結構いい感じやと思うんで、今回に限ってはいじめとかじゃなく一対一でちゃんとやり合って、で私がそのね、ゆっちゃんのトラウマを終止符打とうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、あと第6試合の正雄選手と久保田選手、この試合なんですが、ちょっと正雄選手の木からちょっとピカ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 光っているのがすごくちょっと気になるんですけど、これはあらかじめ用意はされてるされてきたんですか。はい、毎回用意してます。ありがとうございます。勝算はありそうですか。勝算は正直に 50% だと思ってます。どっちが勝ってもおかしくない試合だと思ってます。ありがとうございます。対戦の久保田選手は正雄選手との、試合で、勝算はどのぐらいだと思いますか。50って言ったんですけど、俺は 100% のつもりで練習してきたし、一応喧嘩言ってきたんですけど、やっぱグローブをつけてルールありのものなんで、やっぱ一応スポーツの分類には入ると思うんで、それの練習は結構してきて、でここで自分が、武器を使って正雄君を倒すんじゃなくて、素手でも倒せるんだってことを証明してるんです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他ありますでしょうか。なければ次に進みたいと思います。いかがでしょうか。では、そちらの方、マイクをお渡しください。マイナビニュースの菅原と申します。塗り坊さんにお伺いします。先ほど、本田さんの、ロッカーキーのギャグがあったと思うんですけれども、僕、すごい面白いと思ったんですけど、点数つけるのは何点ぐらいでしょうか。そうですね、まあ、78点です。その意味はどんな感じでしょうか。やっぱスピードは良かったですね。はい。あ、全然笑ってない。誰も。やばい、どうしよう。やばい、どうしよう。はい、すいません。息継ぎしてますか。あ、ノーズグリップしてるんで大丈夫です。ノーズグリップじゃ息継ぎできないよ。あ、シュノーケリングしてるんで大丈夫です。勉強してますわ。あとなんかください。質問何でもいいんで答えます。試合に対する意気込みはあるか。意気込みですか。はい、そうですね、まあ、トップバッターなんで、まあ判定じゃ面白くないでしょう皆さんね。まあ見ててください。幕張の店に沸かせるんで、はい、楽しみにしておいてください。はい、本田さんはそれを受けて。僕もそうですね、多分本当に、まあ、KO、KO をするために練習やってきたので、絶対に沈めます。え、でも君素人でしょ？いや、君もでしょ？いや、俺1年やってたから。1年？ 1 年、1年キックボクシングやってたから。プールで水泳の1年はやってないと同じだよ。いや、それはプールはプールでしょ？これはもう格闘技なんだから。あなた未経験でしょ？そろそろお時間来ますので、この辺りでよろしいでしょうか。あ、どうぞ。はい、ありがとうございます。質問は以上で終了とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。以上、第1試合から第9試合までの会見を終了とさせていただきます。続いて第8試合から第16試合までの選手の会見を行いますが、選手の入れ替わり消毒作業のため一旦映像を止めさせていただきます。ご了承ください。